110万,110万人ぐらいでしょそこにはがきを出す、はい、電話かけるそれだけで1億ちょいぐらいの、うん、所得税法には引っかかるはずですけどねあと裏金で裏金最初は岸田でいけるかなと思ったと思うんですはいそれではご覧ください今立候補が立候補しそうな人が11人ですよとりあえずあの、うん、手を挙げたの野田正恩まで入ってんだうんま,まだあの入ってるしあの青山重春も入れれば12人やりたい人別にやりたいって言はいいよ そうそうそうそれでメディアで騒がれるから名前は上がるからねとりあえずやりたいって言ってればただ推薦人が20人集めるってすごい大変なんですごい大変なんですねすごい大変ですめっちゃ大変でしょめちゃくちゃ大変ですでいざその時になったらいや申し訳ないっていうのがあるしそれから長老の政治家から引き離しもあるからえめっちゃ大変だからもう大変なんですよ 本本当当あのね、はいまあ、今回現職出ないからまあ、こんなあるけど現職出たらこんなんできないんですよ <laughs> だから今県人,人が言ったみたいにもう石破さんを叩き潰したいから石破さんはどうぞって言って安倍さんは出すんだけど、うんはい、野田成功は出出さなないいわけですよ出せないんですすよよせ、うん、はい、何をするかって言ったらねまあいいやこれ見てもんから、ね、推薦人になりそうなやつに電話しかかってきていや推薦人になるなら公認権出さねえぞって脅すんですよ そんなこと言っていいのからんじゃないのそういうふうに裏でやっぱりそんなんもうめちゃくちゃですよそれと公職選挙法の範ちゅうがだからもう金は飛ぶわそうなんですよ総裁選っていうのはね公職選挙法に全く関わらないでだからそれは何でもありやつ え、そのお金っていうのは、ど、どのくらいのものが、どんなふうにいいと思うんですか僕僕普通に、普通に、別に普通にただ、はい、ただやるだけでも、はい、ただやるだけでも、当院、まあ、例えばまだ、昔は持っていたから、110万、110万人ぐらいでしょはい。そこにはがきを出す。ああ、はい。電話かける。それだけで1億ちょいぐらいかかるわけ。 でだからまあ大体23億は最低でも用意しないとい昔ねいけないっていうふうに言われてまあでもお前表でだって100万で200万で500万でっていうの全然普通にあって大丈夫か俺,俺たち巻き込まれたぐらい,い <laughs> 健三さん戻ってきてください <laughs> 昔そうですよ僕聞いたことあるかいやとにかくプライベートパーティーだから自民党の総裁選なんで公職選挙法なの関係もないので、えー ただ所得税法には引っかかるはずですけどね、厳密に言ったらね、そうですよ、闇の金もらってちゃだめですよ、これだけ裏金で叩かれてるんだから、今やったらだめでしょ、そうそう、だから今回は金をかけるなって、一応言ってますけどね、そうなんですねこれでさ、こう見ててさ、推薦人が10人、20人集まる、あね、まず言いたいのはね。 6月に HKT って言われてるじゃないですか菅さんが、はいはい、H ・萩生田、うん、K、えー・加藤勝信<藤>まあこれ小泉進次郎も入ってたんではい、はい、K を小泉進次郎も入れてもいいと思うか T ・武田良太、はい、これはねすっごいね考え抜いた人選なんですよ多分菅さんが、はい、でこれはこの時は加藤勝信を。 応援しようとい分です。俺の推測でしょ合ってる最初、石破さんも視野に入れてたと思うんですよ、菅さんは。だけど、とにかく安倍さんが一番嫌いで憎んだのは石茂さんんなですねだから、麻生さんもそれは自分の内閣の時も自分の政権の時も裏切られたし弓引かれたし。 許したくないけども安倍さんが一番嫌いだったっていうのは麻生さんにもちゃんと残ってると思うんですねであの二人は鉄板の親友でしたからだから石破さんだけはダメだと思ってるんです菅さんもやっぱり石破さんに対してはやっぱどっかでな斜めに思うところはあるんですよだって石破さんっていうのは現政権がやることに対してポジショントークしかしないからポジショントークしかしないんですよだから後ろから打つんですよ だから自分は責任なんか何でも批判するけども、全く無責任な批判なんだよね。<ー>だから、うんと、菅さんの中で最初は石破さんでや,やれたらどうかな。要は麻生さんも菅さんもキングメーカーでいたいわけですね。それで、えっと、でも、石破さんでどうかなと思ったから、HKT で加藤勝信を出,す出そうという。 気にななったんんだと思ういやなんかいろいろ周り聞いてたらで、まあ、石破幹事長にして、えーまあ、そうすれば石破はとりあえず出さないと、うん、まあ加藤勝信だけじゃ勝てないじゃないですかでもおっしゃる通りまり、あ、石破だと絶対麻生も乗らないし、うん、まあ加藤だったら乗りやすいじゃないですか乗り,乗りやすいそれとね、はい、えっとねある人がいるんでこれは名前言えないんだけど。 ある民間人がいるんだけど、うん、とその人の悲願というのは加藤勝信を総理にすることなんですよ<ー>でその時の幹事長か、うん、と官房長官を萩生田にすることなんですよだから加藤勝信と萩生田っていうのはセットなんですよ<ー>萩生田はだから加藤勝信が総理になってくれれば自分の良い,い地位が保障されるわけですよ<ー>で その民間のある方というのは、うん、菅さんと実は裏ではめちゃくちゃ仲がいいんですよ。<ー>ね。っていうで、菅さんとしても加藤勝信にしたかったんだと思うんですよ。もうもうね、だけど、それでなぜ、えー、っと、武田良太を入れてるかって、武田良太はキーマンだと思ってるんです俺は。 二階,階派をグリップしないと、だから武田良太は多分二階派の議員の7割はグリップしてるんです二階さんはちょっとおかんむりなんですよ。あいつ勝手にやりやがって俺を裏切ってるというふうに思ってるはずなんだけど、えっと、武田良太がほぼ7割は、低く見ても7割はグリップしちゃってるんです。で、二階派が今回のキーマンなんですよ。だから推薦人に二階派の約 今50ぐらいです、ね、ぐらいだよね、はい、約50人で、はいはい、これをどこに当てるかっていうのがあって<ー>これはね二階派は、うん、と鍵を握ってるんですよだから武田亮太っていう人はものすごく重要なんですよ誰にとっても<ー>それでしかもあもちろん麻生さんはダメですよ、はい、もう犬猿のだ、うんはい、から犬猿っていうと同等になっちゃうけどまあ そうですよ、うん、選挙区も同じだから。っていうことでだから武田遼太はいつもなんか重要な会合に <laughs> い,いますね。いるんだよ。ね。いやもうまさしくで僕これはちょっとお聞きしたいんですけど、うん、そので8月14日に岸田さんが辞めるって辞めるというか出ないって言ったじゃないですか。菅さんははそれまではやっぱり岸田に行くし っていうのがすごくあって、うん、もう真剣にこうまとめようっていう,ふうに思ってたけれども、うん、やめたからとりあえずの温州はなくなったから、まあ、キングメーカーとしては痛いけれども,、うん、もうあとどうぞというか河野も出てもいいよと石破もいいよ小泉さんもどうぞ、まあ、出るところ何か応援しますよっていうスタンスに変わったんじゃないかなと思うんですけど。 小泉を出したいというスタンスに変わった<ー>うん、うんあ。なるほど、ね、だって、それは国会議員、議員じゃなかったらただの人なんで、これだけ自民党がはい、はい、不評の中、うんと、選挙をやった時に衆議院選挙を、うんと、まあ参議院でもいいよ。うん,、うん、うんと、選挙をやった時に、衆議院参議院の選挙の時に、誰が、はいはいはい。総裁だったら自分はまだ議員として当選できるか。 っていうのを考えたときに、そら、小泉純一郎が、純一郎じゃない、小泉晋二郎が、そら一番いい、わかりました。わかりましわかるんですけど、わかるっていうか、それはもうあの、全体の国会議員として、まあ、結論のを言っちゃったみたいな話だけど、そうだけど、でも、でも、加藤勝信さんにしようと思ってた節があるわけじゃないですか。うん、で,すでも、加藤勝信だったら、今みたいに、別に、もう国民から言ったらフー、風みたいな感じだから、なので、そう、そうはしてたけれどもこ、まあ、岸田さん辞めたから、逆に、別にか、 あの加藤じゃなくて小泉じゃなくて最初からだって小泉でもいいわけじゃないですかそれだた,た,ただね麻生さんが河野太郎に決めたので俺ね麻生さんが河野太郎さんを好きかっていうのは俺は疑問に思って俺が勝手に、うん、僕も思って,ますよ思ってる、うん、私もそう思ってるそう <laughs> 後で理由聞くよまあいいやで,でそれはお父さんは河野洋平さんは 麻生さんを連れて宏池会を出たんだからだからもうそれは切っても切れない義理人情を大事にする麻生さんとしては親父さんには河野太郎の恩義があるわけよだけど河野太郎の政治的な発言を見ていてそんなに気に入るとは思えないだけど今回カードが麻生さんは3枚しかないのよ 神川陽子と、茂木敏てとと、河野太郎なんです。で、河野太郎は、菅さんの中のカードにもあるわけです。だから、す、うんと、菅さんは、河野太郎、石破茂、小泉慎次郎、ええまあ、加藤勝信。ん今、加藤、加藤勝信入れた入れた入れない加藤、だから、加藤勝信、石破茂、小泉慎次郎、河野太郎。まあ、 少なくともあるんで,すよで茂木さんよりも河野太郎の方が勝てるというふうに麻生さんは判断し自分の派閥だからでだって前回は支援ほとんどしてないんだから、うん、派閥としてで菅さんが支援して河野太郎は前回の総裁選は戦ってるわけででもうんと菅さんとしては 河野太郎が麻生さんが押して出るんだったらばだったらそれに勝てるのは小泉進次郎しかないという加藤さんでは加藤勝信では勝てないという判断だと勝手に思うんですすいません菅さんあぐりですよ言ってよおっしゃるとりですだからだったら最初からと思ったらそういうことですだから麻生さんの動向によって変わったというか麻生さんもだから モテ気にするかまあ岸田で行くつもりもあったかもしれないしああ,ありましたよそれは、ね、あ,あの三つぐらいにはちゃんとかけてるわけだからはい、はい、最初は岸田で行けるかなと思ったと思うんですはいはいその節もあったでもだんだんもう現地も与えないでだから まあ茂木さん大体さ茂手木さんね,、はい、世,論ね世論調査でね自分が人気がないのはね相栄を順で一番最後に聞かれるからとか言っちゃう人だよ <laughs> <ー>もうさ,さ恥ずかしくない <laughs> それ石破は「い」いだから一番最初に「安倍晋三あ」だから <laughs> は」って後ろから聞いてやれそれでも一番後ろだわ大体ねこの人ね俺ね もう一緒に飯食ったはいどうぞ。一緒に飯食った時にさまあ頭いいからお勉強できるよ。ででも何言ってもね安田さんこうこうこう話も投げるしたこうだねあらこうだって数字出してねこう統計的な話をするわけでだからこっちにこうなんだいやそうやってもう言ってもまあブシッとこうあのはねのけられるわけいやいやそんなんだったらさねビッグデータやれるさ AI がやれよと は人の心でやるんんだだよからな心理学を学っていうより人間力がないんだと思うよ。りやっぱり東大だよ東大経済よ東大経済ですよ。もともと読売新聞は丸めから読売新聞だからね。れでだ知識はあああるるしななんんけどす僕もね一回 まあ経営者があの大先輩の経営者が「ゴルフしてくれ」って言うんで茂木さんと3人でゴルフしたんですよで、まあ、飯食うってう本当につまんなかった <laughs> それとそれと気遣いをしてくれない <laughs> あ、まあ,あそうゴルフしてても「ああン三さんってあのたまありますあれあの OB じゃないですよ」とかそうう一応はい、はい、誘ったからにはあれしない あの気使わない、うん、でそういうのがない人で,すよ<ー>でそれを俺安倍さんに言ったのよ、うん、あ面白いんだよ、はい、安倍さんに6年ぐらい前に「安倍さんが好きな政治家を5人挙げてくれ」って言ったんだよ <laughs> したら「5人誰だとも言って」え「多分もう分かりますだって聞いたことあるけどあ言ったことある、ね、私は聞いてないですから、ね、言って誰は必ず入ってるっての2人挙げて」「塩崎康さん」 じゃあ、それはもう、6年ぐらい前だから、もっと前だと、塩崎。そうしたら、石原のぶてると、塩崎と根本になっちゃう。そんなあんた。ナイスの回になっちゃう。今、そこに出てきた人も入ってますよね、一人。入ってます。で、あと、俺たちが悪口言ってたのも入りましたよね、さっき。だから、安倍さんと話しててもなんだっけ、あの、えっと、自分は彼が好きだっていうのは私には言ってくれたことない。俺が聞いたの。はい。これは、 もうはっっきりと5人ってこれクイズですと、はい、クイズっていうかまあ面白い番組だと思ってくださいと、はい、で5人挙げてくださいとしたらちゃんと言いましたよ5人<ー>ものすごい考えてでもな違うかなって言いながら。 嫌いな二人は確実に言えますからね石橋と林義 <laughs> まあ林義正もん嫌いだ、ね、でも一番嫌いなのは石橋茂で途中から2番目に嫌い嫌いなのは河野太郎だった河野太郎をが外務大臣にした時なんかいい人事でしょっつって越に行ってたのがすぐ嫌いになった <laughs> <laughs> それはもう言うだけ番長だと<ー>もう何の責任も取らないしもう単なる思いつきだと これは政治家としては全くいけないと。コロ,コロナもそうだし、マイナ,マイナカーもそうですね。で、好きな方は <laughs> 好きな方は5人は、まず、まずは萩生田光一ですよ。<ー>それから、えっと、茂木敏光ですよ。それから加藤勝信です。<ー>えっと、ちょっと待ってくれよ。それと、西村康俊です、はいえー。それから世耕。 あやっぱ相変わらずやっぱり安倍総理の目を人を見る目がないところが出てしまいましたねで,でもさ茂木さんに関してはさそれこそさ塩崎と茂木はさあんたら東大でさ2人でもう本当になんか文句したことあるね俺たちにそれからやっぱりこうこうやってくる人好きなんだよ総理まあそうなのかなまあ俺は何とも言えないけどただねこれ誰とは言わないですよ4人まではすっと上がったんですよ、うん、5人目はすげー考えて 5人目を言っただからやっぱり、うん、とあで,で俺は安倍さんに言ったんですよ茂木さんとゴルフして飯食いましたと、うん、だけど俺はあの人の魅力って全然感じなかった誰も感じたことないですよそうしたらでも好きな人にあげてるわけだからそれでそうしたら「酒飲んでないんじゃないの?」っていうわけ、うん、酒飲んでくださいよと酒飲んだら面白くて人間的なやつなんですよって 話止ままらななくて全然それ私ねあのエスペランスの成田さんからも聞いたんですもっ<お>さんたまに来るって話を聞いたもんだからエスペランスってのはい、ワインバーですもう<ー>あのったかが一番行ってるワインバーですはい、はい、でそこで「商売悪いよね」って話したらいやなんか世間でそういうのやっぱ記事見ますけれどもうちでは全然あのもう楽しい方ですし僕らにも気さくに話しかけてくれますしそれ信じ、ね、<laughs> だかられないでもなもく あの全然フ,フランクでしょ、あのまあ、特に権利は年,年上だし、僕は年下だから、あの当時、経産大臣だったし。とは思うけど、魅力的とは思わなかった、うんまあまあまあ要するにお酒が入ると、ちょっと、あのー、あれになるのかな、すげえしゃべる、うん、安倍さんは言ってたよ、酒を飲んだらば、人間力が出るんですよ、でででも飲んでないいい時に発揮してたただだきたいですもんねそうだよ、ねね、<laughs> でも、いろんなところで評判悪すぎるよ。うん 皆さんいかがでしたか公職選挙法の適用外であるため、金銭的な負担や資金のやり取りが非常に多く、倫理的な問題が多いと感じた方は、高評価を派閥内での力関係や、特にキングメーカーとしてのすがしや創始の存在感が強調され、政治的駆け引きに感情的な要素も絡むと思う方は、チャンネル登録をお願いいたします。政治に関する内部の駆け引きや、 総裁選をめぐる裏事情について詳しく語られています。特に、自民党の総裁選に関連する候補者や派閥の動き、推薦人の確保、金銭的な負担、さらには票に出ない暗黙の圧力や交渉といった裏側が浮き彫りになっています。まず、総裁選に立候補することの難しさが強調されています。単に、立候補したい、と思っても、 推薦人20人を集めることが非常に困難であると指摘されています。推薦人を集める過程では、派閥の力学や政治的な駆け引きが絡むため、単純な意思表明では進まない厳しい現実があるようです。推薦人を集める際に公認権をちらつかせて脅迫するような行為が言及されており、このような行動が政治の世界では一部で許容されているような不調が垣間見えます。さらに、 総裁選が公職選挙法の枠外にあるため、金銭的なやり取りが一層自由に行われることが指摘されています。郵送費や電話代など、表向きには選挙活動のために必要な費用とされるものが、莫大な金額に上るという現実が語られており、政治家たちが多額の資金を動かすことが当然のように話されています。このような裏金や非合法的な金の流れが存在することは、 政治における倫理的な問題を改めて考えさせられます。また、具体的な政治家の名前が挙げられ、彼らの性格や能力、派閥内での位置づけについても言及されています。特に、加藤勝信、石橋茂、河野太郎、小泉慎次郎といった名前が頻繁に登場し、それぞれの政治家が持つ背景や支持基盤についての見解が示されています。派閥間の複雑な力関係や、 キングメーカーとしての菅さんや総さんの立ち位置についても深く掘り下げられており、彼らがいかにして総裁選を操り、自分たちの影響力を維持しようとしているのかが明確に伝わってきます。一方で、政治家たちの個人的な行運や信念が強く反映されており、彼らが単に政策や公約だけでなく、人間関係や過去の裏切りといった感情的な要素も大いに影響していることが示唆されています。特に、 石橋茂に対する強い敵意や、河野太郎への評価などがその典型例です。そうじて、この会話は、表面上では見えにくい日本の政治の舞台裏を描いており、政治家たちがいかにして力を蓄え、権力を維持するために複雑な駆け引きをしているかがわかる内容です。